フリードリヒアドルフ・ビスリツェヌスフリードリヒアドルフ・ビスリツェヌスはドイツ生まれのアメリカ合衆国の医師、植物学者である。チューリンゲン州のヒヒ費税にポーランド人を出自とする牧師の家で生まれた。両親を早く亡くし、母親の兄弟の家で育った。父親の牧師の仕事を継ぐために進学を学ぶが、自然科学に転じ、イエナ大学、ゲッティンゲン大学、 中ビンゲ元ン大学で学んだ。1833年、反体制派の武装グループがフランクフルトの警備本部を襲撃占拠した後、正規軍の突入によって失敗したフランクフルト放棄に関係した。多くの放棄者が逮捕された中、国外逃亡し、ストラスブールを経て、チューリッヒに移り、チューリッヒで医師の資格を得た。アメリカ合衆国に移民として渡り、 1835年からニューヨークで医師を開業した。2年後入りのイリノイ州のマスクタワーに移り、植物採集を始めた。1839年にセントルイスに移り、セントルイスの医師で、植物学者のジョージ・エンゲルマンと知り合い植物学の分野や医師の仕事を共同で行った。1846年にメキシコに旅し、米木戦争の勃発により、拘束された。 最終的に、アレクサンダー・ウィリアム・ドニファン大佐の隊によって解放され、その経緯を著作に残した。1850年に結婚した。故郷のケ経ニヒゼや、カリフォルニアやパナマなど多くの調査旅行を行った。セントルイス科学アカデミーの会員になった。ビスリ・テヌスの集めた標本はエンゲルマンによって研究され、風調草科の植物の俗名、ビスリ・ジニアに命名された。 ウィスルは植物の学名で命名者を示す場合にフリードリヒアドルフ・ビィスルゼヌスを示すのに使われる。ありがとうございます。